thank the Prime Minister of New Zealand for her statement just made, and I request protocol to escort Her Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. I have the great pleasure in welcoming Prime Minister Shinzo Abe of Japan and to invite him to address the General Assembly. Mr. Prime Minister. Okay. 議長のもと国連は創立75周年を祝います。私はこの際、私の国日本が国連の理念を報じ、その目的に対し力を尽くそうとする点において有利のない足跡を残していったことをご想起願いたく思います。創立以来三四半世紀を経た国連には、安全保障理事会の変革を主眼とする構造改革が必須です。早期の実現を目指したく思います。また日本は2022年の選挙に立ち、再び多くの国の支持を得て安保理非常任理事国を務め、国連理念のさらなる実現に力を尽くしたいと念じています。皆様の力強いご支援を賜りますように。さて、日本では新たな天皇陛下がご即位になり、天皇ご自身で内外にそれを鮮明なさる儀式が来月22日に迫りました。200内外の国機関から元首や首脳がお越しくださり、新たな御用の始まりをことほいでくださること、喜び、これに優るものはありません。日本国民はこれを無上の機会とし、日本が世界に対し負う役割に改めて思いをいたすことでしょう。私の国では長く続いた経済の不調が国民の関心を内に向かせた時期は過去のものとなりました。今まさに熱戦が続くラグビーワールドカップ、来年東京が開くオリンピックとパラリンピック、大阪一円がホストする万博2025と、日本の小指には世界との強い絆を維持させ、人々の目を外へ、未来へ向かせる日付が特筆対処されています。国連理念の頼れる担い手が新たな世代において作られつつあるのだとご理解ください。来年4月に日本にやってくる会議のことも記憶に留めてください。国連薬物犯罪事務所が主体となって5年に一度開く通称コングレス、国連犯罪防止刑事司法会議は、その第14回を京都で開きます。同会議を欧州以外で初めて日本が開いたのが1970年でありましたから、50年ぶり。桜が盛りの京都は法執行の専門家たちを喜んでお迎えすることでしょう。今申し上げたことは世界と関わる上で日本が何に重きを置くかと密接な関係を有します。人間一人一人の力を育てることを一義とし、故に教育を重んじる、ひたすらそれを続けるところに、日本は世界に成し得る貢献の真髄を求めて今日に至ります。今度京都に集まる法執行の専門家にしても、一度限り呼び集めるのではなく、継続して育てるところに日本は自らの役割を求めました。都度に
1962年、日本は犯罪防止の知識向上を主眼として、国連初の専門機関を東京に建てました。国連アジア極東犯罪防止研究所と命名し、犯罪学者として世界的に黎明のあった故ノーバル・モリスを初代の長として発足した同機関は、本年9月末までに膨大な卒業生を生んでいます。その数5900人以上、内訳は例えばアジアから2949人、アフリカから678人です。さらに3月のことです。東京を訪れたマララ・ユスフザヤさんは、私の目をまっすぐに見て、最低12年の教育を受けないと現代技術を使いこなすのは難しいというのに、その機会を持たない少女が1億人もいると述べました。すべての少女が中等教育を経た場合、その世界経済に対する寄与は30兆ドルにも上ると彼女は言います。マララさんをお呼びしたのは6月、私が主催する G20 大阪サミットを前に、少女と女性と少女に力を与える政策に光を当てておきたいと考えたからでした。女性がその持てる可能性を思うさま発揮できたなら、世界はそれだけ輝きを増します。当たり前ではありませんか。今女性の労働参加率が顕著に伸びた日本は、その当然の事実を日々感じています。 G20 が首脳宣言と付属文書の両方でマララさんの主張を組むことができたのは私の喜びです。すべての女児および女性に対して包摂的で質の高い教育を推進するのだと私たちは誓いを立てました。日本はこの努力において常に先頭を走りたいと念じています。ご紹介したいのはタンザニアの事例です。私がちょうど30歳になろうとしてなおという頃、東京のマラソン大会に出ては圧倒的能力を見せつけたランナーにジュマ・イカンガーという人がいました。日本を第二の故郷と思うイカンガー氏は、祖国タンザニアに帰国後、日本政府の援助組織 JICA で広報大使になります。そこに日本から赴任したのが伊藤美和という行動力に富む女性でした。二人は力を合わせます。伊藤さんは日本企業13社から協賛金を得て、そしてイカンガー氏は未来のオリンピアンになりそうな女子を探して開催にこじせたのが同国史上初の女子陸上大会でした。2017年11月のことでした。近くに住む女子小中学生1000人を観客席に招きました。ただ見物させたのではありません。彼女らには若年妊娠を防ぐための教材が渡されました。これを読ませる目的もあったのです。東北東にキリマンジャロの後方を望み、マサイの人々などが住む地域タンザニアのアルーシャに、2016年の1月日本人の手によって開校したのは桜の名を冠する女子中学校です。生徒たちに安心安全な環境を与えるため、学校はあえて全寮制、最初24人だった生徒が今年春には162人に増えました。日本政府は資金で応援しています。しかし運営は日本と現地の NGO ステムを教え、望まない人心をいかに防ぐかを教えます。私はまたカンボジアでもある日本の事業家が全く自分一人の発案で教育向上に努めているのを知っています。日本から経験豊かな理想家教師を送り、
カンボジアでこれから教員になろうという若い男女のコーチをさせるのです。名付けて国境なき教師団。私は誰の承認を求めるのでもない、純粋に内発的動機から日本の民間の人々がこうしてタンザニアでカンボジアで若者のとりわけ少女の教育に進んで尽力する様を見て心洗われるものを覚えます。日本政府はサブサハラのアフリカ諸国やアジアの国々を対象として今後3年少なくとも900万人の子どもと若者に充実した教育を提供します。スリランカでは小学生にいわゆる e ラーニングだ。ロワンダでもインターネットを生かした理数化教育の拡充を図ります。しかしこれらはむしろ民間の人々の努力に大いに触発されての事業だと言わねばなりません。議長、私は本会場において一般討論に立つこと今回で連続7度目です。この間一貫して女性と少女の力をつける大切さ、ヘルスケアを万人に普遍のものとする意義を強調してきました。本年もこの両議題に関しては別の会議で発言をいたしました。同時に今申しましたような日本の貢献にあります通り、教育をひたすら重んじるところに日本の対外関与はその真髄を見るのだと強調したいと思うのです。日本は FP フォスターパワータラント望みます。終わりに臨んで短く3点申します。第一、北朝鮮についてトランプ大統領のアプローチを日本は支持します。首脳同士が協議を開き未来に光明を見て目前の課題を解こうとするやり方は北朝鮮をめぐる力学を変えました。私自身条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意です。拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算し、国交正常化を実践するのが普遍の目標です。第二、中東情勢への懸念を共有します。サウジアラビアの石油施設に加わった攻撃は国際経済秩序を人質にする卑劣極まる犯罪でした。私はイランの最高指導者ハメネイ氏が私に直接言った核に関する3つの否定、すなわち持たず作らず使わないことをファトワにし徹底したという言明を尊いものと思います。今朝もロハニ大統領と、通算9度目の会談をいたしました。大国イランにその豊かな歴史からする英知に基づく行動を求めることは私の変わらぬ役割です。第三、そして最後に、マルチの枠組みとグローバリズムを日本は格差を減らすためにこそ用います。 TPP、 日 EU、 EPA に続き RCEP が日本の権威力によってまとまろうとしています。世界はもっとつながる、貧困から抜け出す人がそれだけ増えます。私は近年 G7 と G20、 3度のアフリカ開発会議を主催し、マルチの枠組みにその役割があることを再々証明してまいりました。質の高いインフラ、自由で開かれたインド太平洋が国際社会の辞書に加わったことなど、ご想起いただければと思います。
日本が開くアフリカ開発会議 TICAD は本年その第7回においてニュー TICAD に生まれ変わりました。今後アフリカを語る言葉はすべからく投資と成長を語るべきだからです。現に並行して開かれたビジネスフォーラムはアフリカと日本の需要形であふれ熱気に満ちていました。新しい投資の案件、新規のプロジェクトが盛んに生まれていることを私も感じ取れました。アフリカの変化は私たちを勇気づけてくれます。やはり世界は変わる、私たちの努力によって変えることができる、本会堂がその決意を確かめ合う場だと申し上げて私は討論を終えようと思います。ご清聴ありがとうございました。 Thank you very much。On behalf of the General Assembly, I wish to thank Prime Minister Shinzo Abe of Japan for his statement, and I request protocol to escort him, Excellency. General Assembly will hear an address by His Excellency Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. May I request protocol to escort His Excellency. I invite him to address the